カイザースベルト包囲戦はスペイン継承戦争中の1702年4月18日から6月15日まで行われた工場戦。新生ローマ帝国元帥のナッサウウー人元孔、バルラト率いる総勢3万8000人と大砲120門を有するプロイセントオランダの連合軍はニーダーライン地方にあるカイザースベルトの小さな要塞を包囲、占領した。 カイザースベルトは、フランス軍は前年に抵抗も受けずに占領していたが、オランダは、要塞の奪還を、スペイン領ネーデルラントへの進軍よりも、重要視した。オランダの工場船専門家、メンノフォンクーコルンがいないため、包囲船の遂行は設立であり、時間がかかった上に死傷者多数だった。プロイセン軍は、火薬と弾薬が足りず、公兵と工場法も数少なかったため、 オランダ軍から借りる始末だった。一方、オランダ軍の包囲戦が進みすぎて、プロイセン軍が追いつかず、さらにフランスの増援や悪天候も重なって5月に、予定されていた城塞への教習は延期を重ねた。そのため、要塞への砲撃が4月18日に始められた後、オランダ軍は1週間後をめどに外壁を占拠しようと、下にもかかわらず、 実際に強襲が行われたのは6月9日のことだった。フランス守備軍の指揮官、ブランビー公爵ジュール・アルマン・コルベールは6月10日に、フランス元帥、ルイ・フランソワ・ドブ・フレールに報告を送り、同盟軍の強襲部隊が草刈り人の大釜にかかった草のように射程で刈り取られたと述べた。要塞の守備を務める公兵は、セバスティアン・ル・プレストル・ド・ボーバンの助手ルイ・フィレだった。 中流軍はやがて6月15日に降伏したが、同盟軍は6月9日だけで死傷者2800人を出しており、しかも傍番が、ただの、穴と呼んだ要塞を2ヶ月かけて、ようやく落とせた。中流軍は降伏した後、栄誉を持って要塞から退去した。ありがとうございます。